東北出身のメンバーで作るアイドルグループが仙台の水族館の一日飼育員に任命され、イルカとのパフォーマンスを披露しました。このイベントは仙台駅前の商業施設 E-Beansを運営する沿道チェーンの95周年を記念し開かれたものです。一日飼育員に任命されたのはアイドルグループいぎなり東北さんのメンバー9人です。ステージに上がったメンバーがイルカにサインを送ると、せーの、スタート。スノーミーがスタートしました。どうでしょうか。バッチリ前方宙返りクロールドクリップ、見事大成功です。またパフォーマンスを披露して会場を盛り上げました。僕はもともといきなり東北さんを見に来たんですけども、やっぱりねイルカにちょっと圧倒されましたね。アイドルの方々も頑張ってましたけど、いかがでした。彼女たちは最高です、はい